28日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます今日3月28日はシルクロードの日19001900 1900年ですねのこの日スウェーデンの探検家のスウェン・ヘディンさんによって 廃墟になっていたシルクロードの古代都市が発見された日、なんだそうです。やはり遺跡や、古い建物、それから探検…なんていう言葉を聞くと、ちょっとドキドキしてきてしまう私なんですが、皆さんは、冒険や宝探し、それから、 遺跡の発掘とか、興味はないですか何度もたびたび言ってるんですが私エジプトがとてもあの、魅力的に感じておりましてピラミッドにいつかに行ってみたいですね。<laughs> もっと歴史の勉強もしたら楽しくなるのかな。 世界についてもっと知れたらその分世界が広がっていく感じがしますよねそんな世界を広げていくためにも言語を勉強しなくてはということで今日のちょこっと英会話フレーズ今週は観光案内のフレーズをご紹介しています 栃木は日光がある場所として有名です、ね、こちらのフレーズは例えば〇〇県〇〇府〇〇道まあ北海道ですけどまあねそういった場所を大きく、あのー、説明する。 ようなフレーズです例えば「北海道 is famous for its 札幌エリアとか結構例えば「ミラノ」とか「あのー、ナポリ」とかっていうふうに言われてあれどこだろうって <laughs> まあ思わないとは思うんですけれども例えば「イタリア is famous for its ナポリエリアとか。 そういったイメージでで使われる表現ですまあでもねあのジャパンとかっていうと <laughs> あれですけどまあはっきりねあのもっと小さな場所が有名でその大きなくくりがわからないというかねあんまり有名じゃない時にあの。 もうあまり有名じゃないといとうか海外の方にとってはねあの都道府県っていうのは非常に分かりにくいものでもあるかもしれないのでそういったことを説明してみせるような表現になっております是非自分の都道府県の出身の地のことを説明する時に使ってみてくださいそれでは最後に今日のちょこっと占い 今日はピクニックに出かけるあなたどんな場所にピクニックに出かける予定ですか ?1 湖のほたりのほう <laughs> 2大きな公園三、3. 桜3のある桜のみき 桜桜ののある桜のみき当たり前ですねはい、では3つの中から選んでみてください選べましたか ?1 の湖のほとりを選んだあなた今日は広い世界に思いを馳せることがありそうです密かに憧れている街やどこか遠くの世界を試してみたくなりそうですそんな気持ちを 大切にしてみてみそんなあなたの今日のラッキーご飯はお好み焼きです2の大きな公園を選んだあなた今自分がしていることにやりがいを感じる出来事がありそうですこの道は間違っていなかったと思えて安心できるでしょう努力が報われ迷うことなく 新しい目標へ向かっていきそうですそんなあなたの今日のラッキーごハンは焼き魚です3の桜並木を選んだあなた努力が成果に結び <laughs> 努力が成果に結びつきそうな日です作業に集中して取り組んで今日の頑張りは かなりの達成度を味わえそうです年上の方に感謝の言葉を述べると吉です今日のあなたのラッキーご飯はビーフカレーですそれでは木曜日もう少しで3月も終わりそして週の終わりも迎えます 疲れが溜まる頃だとは思いますが私も応援していますそんなあなたが今日も笑顔で過ごせますように気をつけていってらっしゃい